皆さんこんにちは。私はですね、森山の小幡、南一丁目というところで、開業医をしてます。で、まあ、もともと母がね、ずっと開業してて、もう母がその60年ぐらい前にね、小幡に開業してから、僕は15年ぐらい前にね、そこを継いで、今院長としてやってます。まあ、母はね、婦人科、産科ね、それから小児科、内科とか、であと何でもできるんですよ、昔の人っていうのは。でもういろんなことができるので、オペもやったりね、それこそいろんな、縫ったりね、切ったり貼ったりとかね、いうことをね、何でもできる母で、本当にオールマイティだったね。で、最近やっぱり僕たちっていうのは、専門に分かれたもんですから、なかなかね、そういろんなことができるっていうわけじゃないんですけども。昔の本当にドクターっていうのはね、何でも自分でね、できたという面ではね、本当にその尊敬するね、母親で、皆さん、家族とかある方も見えると思いますけども、そんな母でした。で、その母親もですね、3年前にね、亡くなったんですね。で、亡くなったのは膵臓がんで亡くなったんですね。で、糖尿もあって、糖尿も患ってたんですけども、最後はね、膵臓がんが見つかって、で転移をね、いろんなことしてしまってですね、最後は食事が取れずにもう亡くなってしまったということですけども、その膵臓がんをオペしたのは86歳で、オペしたんですね。で、本当は母は、お医者さんもね、86だから、どうしようねって言ってたんですけども、母親は、このままね、亡くなるの嫌だと。もう今余命半年って言われてね、オペしなかったら、それは嫌だと、オペ してもらって、もう最後全うしたいということで、オペをしてから、でも2年ぐらい、2年か3年ぐらいね、なんとかね、持ちこたえて、で、亡くなったんですけども、ただその母はですね、本当にね、頭がボケてなかったんですよ。で、その医者という職業もね、あって、いろいろ頭使うことがね、あってですね、もう自分でね、パソコンもやれるんですね。で、うちの母が84歳の時にパソコンでね、こういうそのカルテをね、打つっていうね、そういう電子カルテっていうのを取り入れたんですね。その時母親が、84歳でもしね、そんな電子カルテ入れるんだったらもう私辞めたいって言ってたんですけど、それでもね、一回やってみやって言って、ちょっと上手にね、言って、で、やったんですよ。意外にね、できるんですね。で、やって、もう2年経った時はもう、私このパソコンなかったらもうやってけよわというぐらいに、慣れてね、やるようになったんですけど、意外にね、やっぱりこういう何かをね、使って、いろんな機械もね、最初はね、ちょっともたもたするんですけども、そういうのやりながらね、やっぱりその手を動かすってことはすごく脳を活性化するんですよね。で、ましてや自分の知らないことをね、覚えながらやっていくって大変なんですけども、そうやってやっていきながら、やっぱりその頭がね、すごい活性化してですね、で、ボケずに済んだということで、皆さんもだいぶね、ボケてきた人がいるかもしれないんですけど、もうボケちゃうとね、これなかなか治らないんですよ、これ。で、いろんなね、今お薬もありますけど、薬飲んでもなかなかね、治らないので、やっぱボケないのが一番いいんですね。で、ボケないための予防っていうのが一番ね、必要かなというふうに思ってですね、僕がこの認知症のことをね、やろうと思ったのは、私が行ってる施設でね、75歳のね、おばあちゃんがいたんですよ。で、そのおばあちゃんはですね、僕が施設に行った時はもう本当に普通の人だったんでね、もう普通に会話もできて、でもその入ってきたその理由というのは、1年半ぐらい前から物忘れが始まったんですよ。で、物忘れが始まって徐々にそういう妄想が出てきた、ね、で、その妄想というのは家族が自分を殺しに来るんだという妄想なんですよ。で、そういう妄想を持ったためにその女の人はね、もう家族を殺しに行くんですよ。ナイフで刺したりとかね、殺虫剤を顔にかけまね、あと巻いたりとかね、もうそういう修羅場がね、1年間続いたんです。さすがにそれも家族が、家族というよりもそのご主人と娘さんだけなんですけど、ご主人がね、もう俺はこいつを信じすると、で、死のうと思って決意したらしいんですけど、娘さんがね、ちょっとお父さん待ってって言って、
で、まあ、施設にねもう入れようって言って、でなかなかねその当時はね施設に入れるっていうのが、ね、非常に、まあ、抵抗があったんですね、家族がね施設に入れると、まあ、でもまあ思いっきり施設に入れた。で施設に入れたらもうそれ家族がいないのでもう普通になっちゃったんですよね。だからそれでもう落ち着いたんですね。でもこれ認知症というのは、まあ、物忘れで済めばいいけども、こういう妄想とかもするね、特に女性が多いのはね、わかります？もう女性が多いのはね、物取られ妄想、お金を取られた、私も盗まれたというね、この妄想が本当に多いんですよ。これなんでかというと、日本ぐらいなんですよ、お母さんが、奥さんがお金を持って、で旦那さんにね、小遣いを出して、これで遊んだりしたいという、ね、小遣い制度というのは日本ぐらいしかないんですよ。で、よその国はないので、そういう妄想って少ないのね。日本はもうすごくその妄想が多くて、もうこれも始まるとね、本当に幸せですよ。もう家族がね、もういたたまれないんですよ。あんたまたお金持ってったとか言ってね、はい、返しなさいとかね、いうふうになるじゃないですか。でも最初はね、もう、こんなことないわとか言ってるけど、もう何回も何回もやると、もうおかしくなっちゃうね、家族がね。まあそういうこともあって、まあ、物取られ妄想が一番多いというのと、それから嫉妬妄想。どうですか、嫉妬妄想、皆さんね。もうこれも本当にすごいんですよ、これ。でも僕今の認知症のね、こういう初期集中支援チームっていうね、のやってまして、いろんなね、まあ揉め事があるとね、行くんですけど、まあ女の人のね、この嫉妬妄想はね、大変で、もう旦那さんをね、もう部屋から出れないのに、もう軟禁状で買いまくってね、一歩も出られないようにするとかね、これからもうそういう、その女性の顔はね、こうやって浮かぶんです、こうやって見えるんですね、男性の。本がもうね、ばっと殴りたいね、そのね。ほっと言ってもそういうね、てんやわんやですよ、もう。もう調べでね、もう本当に何人か殺されかけて、あれですけど。で、まあそういう人はね、もうそこにいたらダメなんですね。だからもうそういう人はもう本当に施設に入れるとかね、話さないと。で、話すとそういうところから離れるので、落ち着くんだよね。うん。だから妄想が出てしまうと、本当に大変なんですよ。だからお母さんね、そういう妄想とか持たないよね。で、妄想って大体物忘れから始まるので、まあ、物忘れが始まった段階で、もう気をつけなきゃわけね。そうならないために、やっぱりその認知症をね、予防していくという。これがもう一番大事。で、皆さん今日ね、ここに来れたのは、皆さんも認知症じゃないんですよね。ここに来るためには、どれだけのことをね、いろいろ考えてね、皆さん来れたかという。ね、曜日も知らないとかあるし、ね、道順もわからなくないし、で来るときちょっとねおめかしてね来るでしょ。でそういうこともねしながらして、ね、いろんなことを皆さんやりながらここへ来たんですね。で認知症になるとねそういうことはできないんですよ。もう曜日もわからなくなってくるし、当然道順なんかここもねここへ来る道順なんかわからないし、社協って言ってもどこかは全然わからないし、ということでもうここに来れるだけでも皆さんはもう認知症ではないということが言える。認知症になったらもう本当にここに来れなくなるね。まあ、そういうことで、皆さん途中で来れなくなった人は多分認知症だったと思うんですけど、まあそんなことですね。で、じゃあ認知症で一番ね、いい予防は何かというと、まあいろいろありますよね。いろんな、まあ今日の折り紙持ったりとかね、そういうのは。で、やっぱね、手とね、指を使うのがね、これ一番いいんですよ、やっぱり。で、手と指を使うと血流がこういうところに来るんですね。で、解剖学的に、こういう上肢に来る血液が頭に行くことになってるんですね、解剖学的に。だから手や指を使えば頭にも血流が行くので、やっぱり手や指を使うのが一番いい。でこの手や指っていうのはね、突き出た大脳と言われてるね。あと脳の外部装置と言われてて、脳に一番密接にね関連しているので、まあ、手先が器用な人はね頭がいいっていうことだね。だから手や指を使うことがこう一番ね脳に刺激が出るというので、ぜひ皆さんねこれやって。でただ単にこれを使うだけではね、まあ、面白くないので、これを歌に合わせて音楽に合わせてやるっていうのがいいんですよ、ね、でなおかつ左と、ね、右の違った動きをするというのが一番いい。だからピアニストには認知症の人がいないという、まあ、NHK でもやってましたけど、やっぱこれね、この左右が違う動きをバッとやるというのはまず認知症にならないというので、ピアニストにはまあ認知症はないと、まあ、いうふうにね言われているので、ただまあ正しくねやらないとなかなかねあれなので、それをちょっとね今からやっていきたいなと思います。